い、アキラ総帥です、ウィニングポスト9第2回目始めていきたいと思います。今回ですね、後収録になっております。動画と、音声別々に撮っているんですが、ちょっと音声の方がね、収録失敗しておりましたので、残念ですがちょっと後追い、録画で、やっておりますということで、で続きやっていきましょう。レオタワーバンがね、初戦が終わったところで、また新しく人がねいっぱい来ておりますが、メジロマックイーン懐かしいですね。マックイーンにライアン、白大星、おさいちジョージ、このゲーム人がいっぱい序盤来まくって全然なんか自分で自由にできない、まあ、しばらくはしょうがないのかなって感じですかね。競泳トップ第1ルビー、下2つ2頭ちょっと分かんなかったな、あんまり記憶にない。さて次は何をしましょうか。まずね、馬の状況を確認しましょう。レオダバン、結局まだ何もできないんですよね。3月1日まで、3月1週か、ほぼ僕もできんとまあ結局まだチュートリアルの最中に近いんですかね、結局ね。このメモ機能いいですよね。何のコメント言われたかっていうのがね、忘れちゃうんでね、競馬ゲーム。今まだ1頭しかいないんでいいんですけど、この後どんどんね、自家生産の馬とかが、もう毎年何十頭と増えてくると、もうちょっと正直分かんなくなっちゃうんですよね。さあ、調子はいい。けどちょっと疲労がね、上がってきていて体重も上がるんですよ。普通レース使うと体重減りませんっけ？なんかこれ使うと体重増えるのなんで普通ねダビスカとかでも結構使ってくるとどんどん体重落ちてくると思うんですが、なんか反動で増えてますけど、そういうもんなのかな。これ一瞬でポンと出してくれればついるなさあちょっと出費が出ておりますが、あ、違う、収入が上回ってんのか、賞金で。おお、初めての黒字では。さあ推薦馬、まあしばらく関係ないですね、ドバイ。さあまた人がよく来るなまあ、まだね、ちょっと半分チュートリアルみたいなもんだと思うので、いろいろね、専門者が多いですが。まあ、これは、まあ、普通ですけど、まあ、投資っていうのが新しいですよね。まあ、ちょっとウィーポンのシリーズを毎回やってないので、どのぐらいの世代前からそういうのが始まったかちょっとわからないんですけど、少なくともね、最初の初期段階ぐらいではあんまりなかったような気がします。まあ、ライバルね、これ当て込むのも嫌だけど当て込んで勝たないと能力もアップしないということですかね。ジョッキーもね高い人に乗ってもらいたいけど出会わないからね、しょうがないよねどんどんガチャ回していかないといけないのか、あの絆コマンド。お、新たな出会い、これでジョッキーをね、ベテランジョッキーをゲットしたいんですけど、しかもこれ月1回しかできないんですよね、絆コマンド。なかなかね最初からいい引きが出たらいいんでしょうけど、ちょっと厳しそうですよね。さあそしてやっと3月1週目になりましたので、ローテーション等々のオーダーを出せるようになったと思いますね。そしてライバル、サツキショウじゃないや、弥生ショウ、
若葉スプリング若葉賞だっけ、若葉ステークスか。いやーちょっと手を出るなら寝たくないな。スプリングステークス、多分スプリングステークスが一番ライバル的には楽そう。で結局、うちはどこを出すんだろう、勝手に決まってたっけな、どうだったっけな。あ、毎日杯になってますね。とりあえず毎日杯ですけど、毎日杯関係なくない？もういきなりトライアル使わないと下手に使っちゃうことにならない？ねえ、スプリングステークスにしといた方がね、当然いいでしょう。なぜ毎日杯がデフォルトで入っているのか。これでトライアルで皐月賞の権利をゲットするのを目標にすると。でジョッキーがね、初期の人、これ新人ジョッキーってことかな。ちょっとねベテランに出会いたいね早く。とにかく、とりあえずジョッキー優先でね、新たな出会い使うしかないですよね。常にね馬乗る人だから、やっぱ戦力。お、小牧太子モデルの人ってわけじゃないよね、どうなんだろう。なんか実名といいね、あのいろいろ入り混じってるからたまになんかあれこれモデルの人なんだろうかなんだろうかって分かんなくなるけど、違うよね。似せてくるならもっと一文字で名前寄せてくるもんね。なんでこれは多分別に小牧太子ジョッキーをモデルにしたんではなかろうと思われるオリジナルジョッキーなんでやろうか、多分そうなんでしょう。あと最近のここ10年ちょっと競馬リアル競馬やってなかったんで、ここ10年ぐらいでデビューした、若いジョッキーがあんまり分かりません。いたらごめん、実名で小牧っていなかった気がするけどな。もう小牧っていうと小牧太子さんしか思い出せない。まあでもとりあえずね、あのベテランな感じの方が一人増えたんで、最初の初期ジョッキーよりは申し訳ないけどいいんじゃないでしょうか。そしてこの人あれ人だよね。また来た。競馬のおっちゃん、テレビでよく見る競馬のおっちゃん、伊崎修吾郎で、なんかまた変なん来たぞ。なんか金持ちキャラみたいなんだ。キャラクターもなんか次々来るな、次々出ようなライバルに。出会いすぎちゃうっていうぐらい出会いますね。さあ有効度、まあ有効度がね高くないと何もできないんですよね。なんか指示もなんか出せなかったりしますもんね。有効度50ぐらいじゃないとなんかあんま提案できないみたいな、なんかそんなもあったような気がします。さあそしてレオダー番、調子が下がり始めてしまった。ちょっとねピーク過ぎてきちゃいましたけど、まあとかね丸ぐらいの範囲で、出れたらいいなと思います。でジョッキー変えたっけかね、さっき出会った人。ああ変えてなかった。新しい人乗せましょう。通算勝利360勝、まあまあそこそこ。そしてどの戦法でも丸っていうのが一番いいですね。特にこうね全部オールマイティな感じ。まあスキルはないけど、まあ、ちゃんと360勝もしといてどの戦法でもまんべんなくできますみたいなのが、まあ序盤としてはね結構使いやすそうな気がしますね。さあこれで確定できたかな。
よし。東京方針、結局そう、ここ有効度50じゃないとできないですよね。さあ、それでは次の週いきますかね。やることはなくなったと。いやもうこの出ない週はね、次にさっと行ってくれればいいのに。まあシミュレーションするから多少こう順番時間使うんでしょうけど、そしてまた来た記者の人、本当イベント多いな。さあ絆コマンド、称賛の言葉、馬を褒めたたえて闘志を出させるということですか。さあまた新しい人来た。あ、ピアスのファーム、このウィポシリーズではね結構出てきますね。あの足毛の馬ばっかりね、なんか白い馬好きな人ですよね。でいろんなライバルがおりますけど、まあ、とにかくね目の前のレースを勝っていきたいですね。さあそしてもうねまたやることが基本なくなってくるんで、どんどん次へ次へ、もう調教自分でしないからやっぱ、まあ、楽は楽なんですかね。さてそしてやっと2戦目スプリングステークス、さあちゃんと、まあ、仕上がっているというか調子がちょっと下降気味だったんで、どこまで下がっちゃったかどうか。え、なんだ、ああ借金返済、12月最終週に1億ずつ、年末に1億以上お金が残ってないと破産になっちゃうんですかね、きっとこれね、多分そんな気がする。さあ馬の状況を確認していきましょう。おっとちょっと調子は下がっているものの、まあまあ許容範囲でしょう。疲労もね下がってるし、まあ馬体重これがベストかどうかわかんないけど、まあ、前走よりもね確実にちょっと調子は下がってはいますが、まあまあまだね許容範囲のはずです。さあ頑張っていこうということで、6周さて、あれ、あ、こっちか。さあ、パドック大外、今、一番後ろの枠だった気が。パドック見ても分かんないですけどね。まあ入れ込んでるようには見えないんで、まあ大丈夫でしょう。さあそして新聞をチェックします。ああまあ20丸は、うん、まあまあ一番人気とかではないけど、まあまあいいでしょう。さあそして作戦は追い込み、いやまあこのジョッキーねいいですよね、どれ選んでも丸だから。さあ準備、中山競馬場本日のメインレースの発走です。スタートしました。各馬揃ったスタートです。どの馬が先頭に立つでしょうか。イーデンサターン前に行きそうです。当選パサー、それに続いています。さらにはダイナマイトダディ、漆黒の馬体、ミスタースペイン、その後ろ後方に控えたのが小金パワー。前に戻りましょう。イーデンサターン先手を取りました。2番手に黄金の馬体ダイナマイトダディ、1番人気のダイナマイトダディ現在先端に取り付いています。ジャガーマック前走に続いてここも好走なるでしょうか。先頭に戻りましょう。イーデンサターン先手を取りました。これに続くのがジャガーマック、好位置をキープしています。ダイナマイトダディ、白の帽子、ネイハイビクトリー、その後ろ
すぐ隣に当選パサー、ここで各馬第3コーナーのカーブに差し掛かりました。先頭は依然としてイーデンサターン、2番手はジャガーマック、ネイハイビクトリー、3番手ダイナマイトダディ、いい位置です。先頭を捉えにかかります。この辺りで後続がぐんぐん追い上げていきます。さあ先頭はイーデサターン、ダイナマイトダディ2番手、4コーナーをカーブして、さあこれからです。ここで先頭はダイナマイトダディ、あと 200m、 先頭はダイナマイトダディ、イーデセゾン必死に追いすがります。イーデセゾン迫る、内から一気にイーデセゾン、ダイナマイトダディ、ダイナマイトダディ、1着、2着にはどうやらイーデセゾン、ダイナマイトダディ、見事トライアルを勝利、本番に向けて夢が広がります。3着以内のはずなので出走権獲得。いよしよしよし、 OK、 もちろん追加と、メジルマックイーン阪神大賞典、同じ世代ですもんね。そして コバ長距離路線、さあ目標達成、初めてのポイントをゲット、5ポイントゲットですかね。よしよし、さあまた人が出てきた、牧場、また新しい牧場、あ、繁殖牝馬、そうだ牝馬ね、だいたい最初誰かからくれるんですよね誰かが譲ってくれるみたいな。さあさっき出走権を獲得したので、そこそこいい牝馬をリストアップしてくれてるんじゃないでしょうか。うわ1億、うわ芝フィールド、サッカーボーイ、ちょっと待って、まだ他の見てない。スコルピオン、ダンサーズイメージ、距離適正はまあ短めからそこそこ長めまでカバー、男性か、どうでしょうね。ただまあ芝 OK、 ダートもいける、まあ、ヨーロッパとかはね、まあ気にしないんですけど、ちょっとまだ全部、とりあえず1億の馬は全部見る。エアハート、1300から2100、遅め、備前錦、どうだろう、ちょっと待って、ダメで、こっちはなんかせっかくならこのね、1億超えの3頭から決めた方が良さげな感じですね。なんかコメントもやっぱちょっとね、なんかどうしよう、あ、でも年すごいね、16歳、って結構もうあとちょっとであれじゃないですか、もうね、繁殖牝馬引退する感じの年の気がするけど、気のせい、ね、ダビスターとかそんな感じだった気がするけど、ちょっとウイポシリーズとかも久々すぎて、引退する、繁殖牝馬の引退する年齢どんなもんかがちょっとはっきり覚えてないけど、そんなもう何頭も産めないよね、16じゃね。それならこっち10と11のになっちゃうかな。で、受胎してるのがダンサーズイメージ、スコルピオンが良さそうかな。ね、距離も1400から2600までのね、あらかたカバーしてるし、まあ、ちょっと日本の方がちょっと三角ですけど、芝いけるし、スピードなんかね良さそうだし、これにしちゃった。さあ繁殖牝馬の、セレクトセールとかでももうちょっと増やしていきたいですね。このゲーム若い人馬主多いけど、
ジアレー的に馬主資格って年収2000万プラス相当な資産持ってる人じゃないと馬主資格得られないからね、きっとね。確かこのゲーム若い人がいっぱい馬主出てくるけど、どんだけ金持ちなのよっていう。リアルでこんな若い人そうそういない気がしますけどね。どっかの社長とかならいざ知らず。さあちょっとね、1歳馬とか2歳馬の競りも行きたいですね。8月1週にセールがあると。岩崎取引とかも多分できるんでしょうけど、まあ今はね全然出会いもないし有効度もないし全然ですね。10月1週に繁殖セールがあると。なるほど。あ、有効度ゼロの牧場とは取引できませんので、庭先1でもとりあえず出会っとけばいけるのかな。まあでも有望な馬は出してくれないでしょうけど、 あと寄生株とかそういうね、種付けの権利、本株、寄生株、じゃその辺も後々ね、ちょっと自家製馬作る上で重要なんで後で気にしときましょう。さあまた記者の人来た。さあこの中にね一応入ることができてますね。いや帝王には勝てる気しないね。さあちょっとサツキ賞、さっきね調子下がってたんでちょっと早くレオターバの調子を確認したい。さあ使ってさらにまた疲れちゃってどんどん、うん、やっぱ一回調子下降に入っちゃうとしばらく下がっちゃいますよね。どうそこ打って上がってくるのはいつか。でもこれ次戦までに戻すことができるんでしょうか。自分で状況できるわけでもないし、その辺どうやってコントロールすればいいんだろうかこれね。もううまいこと出走レース決めるしかないのかな。そのね調子のサイクル、馬によってこうなんか長いスパンでこう変動する馬と短期スパンですごい変動するとか、なんかいろいろありますもんね。確か調子維持のやり方が、長期の子はね結構使いやすくていいんですけど、短期の子って使いにくかった気がする。さあ今回もまだ収入が上回ってましたね今で。生まれた最初の子、まあ、さっき買ったのがすでに受胎済みの子なんでね、1億、評価額最初から1億、なかなかいいんじゃないでしょうか。どんなね能力を持ってるかはおいおいじゃないとわからないですけど、初の子供が生まれました。まあ自分で種付けした子ではないですけど。さあそしたらまた今度新たな種牡馬選んでいかないといけないですね。4月1日、4月1週にもうスパッと生まれちゃうんだ。ウィープのシリーズ3月ぐらいからね、あのランダムで生まれてくるようなシリーズもあった気がするんですけど、今作はもう4月1週目にスパッと全頭生まれちゃうという決め打ちなんですかねきっとね。お、小牧ジョッキー挨拶回りですか。大変ですね。いやこちらこそよろしくお願いしますよ。もうしばらく小牧ジョッキーしかいないんで、今の絆コマンド使ったらスキル覚えるんだろうか。なんか覚えてくれるといいんやけど、剛腕とか。さあこれは帝王陣営か。あ、柴田正人、そっか帝王柴田正人だっけか、柴田さんだっけか。まあ、今で言うと柴田さんっていうと吉富さんなんですけど、そうよね、昔は柴田正人さんに言っていましたね。柴田正人ジョッキー、まあちょっと私のイメージだとやっぱ吉富さんのイメージですけど。ちょっと時代が違うんで、帝王時代にはリアルタイムで
競馬を知らないんですよね。ちょっと子供だったんで、大人になってというか、ある程度経って東海帝王という存在を知ったんで、あんまりリアルタイムではほぼほぼ気づいてないというか、知らないというか、当時競馬にはさほど興味のない子供でしたっていう。さあどうしよう、これ絆コマンド今月4月になったんでまた使えますけど、さっきのね調子落ちてたから調子を上げたいんですけど、でも使って疲労がたまるから調子下がるのかな。クーリングダウンがいいのか、疲労を下げることで調子が上がるんではなかろうか、違うかな。さあ疲労が下がったということで、これで調子が上向いてくれることを期待したいんですが、どうでしょう。さあちょっとグラフを確認したい。下がっちゃいるけど、疲労は確かにちょっとクイッと下に下がっちゃいるけど、調子はそのまま惰性で下がってる状態で全然変わんないですね。これトライアル使って本ちゃんに出すのって、まあでも今回ピークがね、最初からピークだったから絶対下がるよね。トライアルは本来使い、あの叩きながら使いながら仕上げ、本番に向けて仕上げていくので、ピークじゃなくてね、6割7割とかで出してピークは本番に合わせるという使い方をするのが理想なんですが、これはもうダメですね。ここまでいくとまたどん底に行かないとまた上がってこないから、これ厳しいな。いや厳しい、ちょっと期待できない。バッテンに入ってしまうんじゃないでしょうか。今三角だった気がしますけど、絶対下がりますもんね。さあ今週勝つ気象、王客一戦、王帝の国を、残念ながら二強の扱いではなくて、ちょっとすごい脇役の扱いですね。まあしょうがないな。スプリングステークス3着でギリギリ出走権取れたぐらいだからしょうがないですね。さあどうなるでしょうか。さあまた来たねこの人。東海帝王に期待してるんだこの人。なんか関係者なんだろうか。オーナーってわけでもなさそうですけど、自らが瞬時分まで3冠、うん、そりゃそうですね、まあ、とりあえず3冠も目指したいものの一つですけど、どうもね、なんか菊花賞が難しいですよね。 3000m を許容する馬を作るところがなかなか難しい。そしてデュオダーバン、ちょっとこれ、あーまあ三角、調子三角で済んだけど、あでもこれやっと下げ止まったかな、なんかちょっと緩やかな感じ、ここから上がってくれるんだろうか、どうでしょう。疲労もちょっと残ってるけど、でもこれ20丸なんだ、これぐらい全然平気なんですね。まあちょっとどんどん状況が悪くなってきますが、もうこれはちょっとしょうがないね。この辺コントロールしようもない気がするんですけど、どうすればいいんでしょう。ちょっとこれはね、またやりながらいろいろコツをつかんでいきたいなと思います。ちょっと攻略情報もね何も見てないんで、ちょっといつかは攻略情報を調べることになるかなという気がしますけど。さあ次に初めての G1、 まあ人気はちょっとあんまないですけど、小雨か。リアルレオダーバンって日丸得意でしたっけ、覚えてないですけど、
どうなんだろう。三角がいくつか、まあ、あまり期待はされていませんが、サシと追い込みどっちだっけな、レオダーバー。ちょっと手術の着手覚えてない。追い込み？サシで。さあ。です。行きましょう。先週の桜花賞に続き、今週はボバのクラシック第1弾皐月賞。最も速い馬が勝つといわれるこのレース、中山の 2000m を制するのは果たしてどの馬でしょうか。最内枠がこの馬にどう影響するのか、希望通りの展開に持ち込めるでしょうか。桜シンフォニー。G1 制覇にかける思いはこの馬も同じです。デルタスキー、あまり人気はありませんが、主役の座を狙う馬がここにもいます。レオダーバン、サラブレッドラック前走で好位に G1 のオブ、この馬が一番人気に支持されました。見事期待に応えられるでしょうか。東海帝王、数々の影の名馬の全馬を G1 サラ全続2馬全サ、先週の桜花賞に続き、今週はボバのクラシック第1弾皐月賞。最も速い馬が勝つといわれるこのレース、中山の 2000m を制するのは果たしてどの馬でしょうか。さあ、最後は大外枠のオリーブソックス、ゲートに入って体勢が整いました。スタートしました。好スタートを決めたのは成田力。綺麗なスタートを切りました。シャドウグレイン前に行きそうです。成田力それに続いています。さらにはプレミアムキング13番ナショナルトリガー、その後ろ伊吹舞神楽、どうやら後方からの競馬。もう一度先頭から先手を取ったのはシャドウグレイン、並んで11番プレミアムキング、すぐ後ろに成田力、その隣にスタビライザー、その外にオリーブソックス、さらにはルーブルアクト。この辺りで 1,2 コーナーの中間点を通過。一番人気の東海帝王中段につけています。伊吹舞神楽、前走に続いてここも連勝なるでしょうか。このレースオーナーには初の G1 制覇もかかっています。レオダーバン、人気薄でもその期待は大きい。 1000m を通過、ここまでほぼ平均ペース、展開への影響はなさそうです。先頭から最後方までおよそ8馬身、各馬一塊です。では前の方から見てみましょう。プレミアムキング先手を取りました。さあ、先頭はまだ11番プレミアムキング、スタビライザー、ほとんど差がありません。シャドウグレイン、3番手東海帝王、いい位置。果たして先頭を捉えるか。後続も追い上げていきます。さあ、先頭はスタビライザー、4コーナーをカーブして、さあこれからです。ここで先頭変わりました。先頭はスタビライザー、しかし後続の足色もなかなかいい。残り 100m、 伊吹舞神楽抜けた。2番手はスタビライザー、伊吹舞神楽1着、伊吹舞神楽1着、2着にはどうやら東海帝王、見事に勝ちました。伊吹舞神楽、東海帝王2着止まり、しかしなんとか面目を保ちました。調子が下がりまくっちゃってるもんだから、もうしょうがないよね、あれはね。いや、まあ、うん、しょうがないわ。もう三角もうほぼほぼバッテンになりそうなぐらい調子下がっちゃってるし、いやー、しょうがない。どんまい、じゃあ次頑張っていきましょう。たまにちょっとロード長いですね。さあ、残念。そうですね、まだまだここからですね。さあ、ということで掲示板乗れなかったのでミッション達成ならずで、2歳馬は紹介してもらえるけど、多分これランクが落ちるんでしょうね。紹介してもらえるミッション達成できなかったんで、多分ちょっとランクが下がる2歳馬の紹介になるのかな。ということで、今回、ここで一旦終わりたいと思います。ご視聴ありがとうございました。もしよければチャンネル登録、グッド評価よろしくお願いします。では、またね。